おはようございます。長官太郎です。今日は9月の21日水曜日です。米国株のニュースチャンネルです。毎朝出勤するまでにマーケットの熱気をそのままお届けしています。ではよろしくお願いします。明日ですね、FOMC ですけども、まずは FOMC の前に株とか経済どころか人類が絶滅しかねないですね、ニュースをお伝えしていきますね。核兵器の使用へロシアが前進中です。ロシアはウクライナの親ロシア派支配地域を併合しようと、ルガンスク人民共和国、ドネツク人民共和国、あとヘルソン州とザポリージャ州で23から27日にロシア編入を問う住民投票を実施すると発表しました。結果はですね、否決でも賛成にですね、これ合意に書き換えられちゃうんじゃないかって思いますよね。ロシアがですね、自国とみなす領土の防衛と称して核兵器をですね、使用する法的根拠をですね、これ得てしまうようなんですよね。これやばいですね。そしてウクライナ大統領府長官はですね、テレグラムで敵は恐れている、脅威は力によってのみ一掃できると一歩も引きません、これはですね世界中で何とかしないとまずい状態ですねと思ったらですね、ロシア産の石炭禁輸解除を欧州が検討しているようなんですね。ノルウェーのエネルギー大手エクイノールは9月6日に欧州の電力企業ヘッジ取引に伴う追加証拠金を少なくとも1兆5000億ドル約210兆円もですね差し入れる必要があって、政府が支援しない限り市場全体が機能を停止する恐れがあると述べました。少し折れてもですね、あんまり変わらないとは思うんですけれども、力技がですね効いてきてますね。ロシア、ウクライナ、重大局面となっています。はい、じゃっかじゃん。じゃ次はですね、FOMC についてです。明日は重要な政策金利発表がありますね。3月、6月、9月、12月の FOMC が特別で、サマリー・オブ・エコノミック・プロジェクションズが発表されて、その中で GDP とか失業率、PCE の予想値を記載したドットチャートが発表されます。これはですね、FRB メンバー一人一人の考えがわかるため、政策金利見通しのために、重要なものになります。こちらはですね、6月ですね。そして FOMC 前なのでいつものようにですね、中央銀行家になりきって利上げ幅をですね広める風に予想しようと思ったんですけれども、このニックさんがですね、ちょっともう記事をですね出してましたね。FRB は、3回連続の 0.75% 利上げ承認見通しで、今後数ヶ月で金利を 4% 以上に引き上げ維持する計画を示していると記事を出しました。これも 0.75% 利上げで決定じゃんっていう状況ですね。はい、で9月75ベーシスポイント、11月と12月で50ずつ上げたらですね、年内 4% となりますけども、市場は今75、50で、予想中ですね。ゴールドマンサックスは2023年は 4.25 から 4.5% で据え置き、2024年までは利下げなしで想定しています。はい、そしてニックさんのですね記事は一応 URL ですね、ブログに貼っておきますね。そして最も、尊敬されている FRB 議長のですね、身長2メートル、ハマキいつもスパスパの、ポール・ボルカーさんはですね、78年から 1% の利上げをですね、6回も、行ってですね、2年で株価を、回復させましたね。11月の中間選挙までにインフレ鈍化したらいいんですけれども、悪化して民主党が負けたら FRB のせいにされそうですよね。1% 利上げしとけばよかったとならないことを祈ります。7月は75ベーシスポイントではインフレが鈍化しなかったので、ちょっと弱かったと感じていますが、とにかくですね、通常の3倍の利上げが3回連続で、行われるということになります。株価は金利7、業績3と言われているので、株にはですね、ちょっと地獄みたいな状況ですね。市場の反応は読みづらいんですけれども、大体は、株価にですね、織り込み済みですね。ただ、これから想定以上の企業業績下方修正や実質金利の上昇があれば、もちろんですね、崩れていきます。先週は、フェデックスによる輸送株のショック、20% 以上暴落しましたね。そして今日はですね、自動車のフォードが2011年以来の下げ幅で、自動車がですね、ちょっとショックを受けました。また後ほどですね、お伝えしていきます。現在ですね、恐怖指数は異常に低くて、機関投資家も様子見をしています。今日出来高もですね、すごく低かったです。9月は歴史的に最も株価が下がるのでですね、ちょっと後半注意かなと思います。
そして最近のですね、パウエル議長の発言とその後のですね、値動きを簡単に振り返ろうと思うんですけども、歴史はですね、陰を踏むと言います。7月28日の FOMC では 0.75% 利上げして、景気後退に陥っているとは思わない、好調な分野が多い、非常に強い労働市場、経済が不況に陥るのは理にかなわないと、ソフトランディングを目指した雰囲気、いい雰囲気をですね、出しちゃったら株価爆上げしました。そして3週間後にですね、議事録出したんですけども、この議事録は今後のインフレによっては利上げペースを減速させる、急激に利上げしてきたので影響を見極めたいっていう部分をですね、市場は強くですね、受け取りました。あの頃はですね、まだ10年債利回りは 2.8% でしたけども、今は 3.6% というすごい状況ですね、懐かしいですね。パウエルさんがですね、厳しいことを言ってもハト発言が拡大解釈されるため、8月26日のジャクソンホールでは、緩和と引き締めを迅速に変更することはない。痛みを伴ってもインフレ抑制まで利下げはない。一定水準で金利維持。ってですね、短く強くまとめたんですね。そしたら全指数がですね 3% 以上一気に下落して大炎上となりました。市場がですねやっと真面目にメッセージを受け取ったところですね。で今回ですね長官太郎が、気になっているのはですね、もちろん、ドットチャートですね。2024年に、中央値がですね、3%、まあ、前半ぐらいにですね、まあ、なってくれてればですねちょっと嬉しいかなと思うんですけれども、特にですねロングラン、長期的な金利がですね、今 2.5% というふうにですね、なってるんですけども、最初にですね、インフレを予想した元、財務長官のサマーズさんは、7月の FOMC 後にですね、インフレは一過性ではなくて、中立金利はですね、これを上回る水準になるとですね、指摘していました。中立金利はですね、景気を加速も減速もですね、させない水準ということなんですけれども、もしもですね、この 2.5% がですね、上がるとですね、未来に投資しているハイテクが多いナスダックはですね、ものすごく警戒されると思います。今は 2.5% に戻ってくるということでですね、ちょっと安心感あるんですけどね、あんまりまあ変わらないとは思うんですけども、ちょっと心の準備は必要かなと思います。ナスダックがですね、爆下げしてたらちょっとここをですね、要注目しようと思います。じゃあですね、次は、今日の金利ビックス指数とかを、見ていきますね。じゃがじゃーんということで、FOMC 前でですね、結構動いてますね。まあ、ヒートマップ真っ赤っかになっちゃいました。イベントの前はですね、大きく買うよりもポジション整理が中心と思います。上がった株はですね、ショートされていた株の利益確定で、下がった株はですね、あれもいらない、これもいらないとですね、整理していって売られたんじゃないからかなと思います。ということは、まあ、全面的にいらないよっていうことですね。今はもう金利が高いのでみんな貯金に資金移動してると思いますね。ヒートマップ見るとですね、アップル、あとテスラ、ちょっと下がっちゃいましたね。最も空売りされてた、株だったので、こちらですね、ショートの利益確定で上がったんじゃないかなと思います。あとはこの軍事関係ですね、ボーイングとかレイセオンとかですね、ノースロップグラマーとか、このあたりが、ちょっとグリーンになってますね。はい。テスラはですね、フォードショックに、勝ちましたね。そんなに下がってません。マイナス 0.11% です。そしてですね、今日の金利なんですけども、ですね、今日の金利はですね、最高尽くしでですね、まず2年金利はですね、2007年以来最高値まで一時期行ったと。で10年金利もですね、これ 3.6 高値今日行ったんですよね。2011年以来最高に行って、30年金利も2014年、以来最高になったということで、ドル指数もですね110を超えてますね。すごくドル強いです。ドル円は 143.7 なんですけどね、そんなに動いてないですけど、まだまだ高いです。そしてビックスはさすがに上がってきましたね。 27.15 で、前日比 5.44% 上がりました。ただまだまだ、低いですよね。そしてですね、指数は全部下がりましたね。ナスダック100がマイナス 0.85、ダウジョーンズがですね、マイナス1、SP500 がマイナス 1.13、ラッセル2000が、マイナスの 1.4% となっています。はい。で、チャートなんですけども、まあ、10年債にもあり、こんなですね、まあ、強い状況ですね。まあ、2年債もうずっと、上がっていますね。はい。そして、あとですね、まあ、ビットコインも最近、まあ、株と一緒にですね、下がってますよという状況。イーサリアもマージしたんですけどね、まあ、全然下がってます。そして、今日出来高ですね、チャート999など見ると、
すごく出来高がこれ低いんですよね。もう全然参加者がいないんじゃないかっていうような、状況になっています。はい。そしてですね、あと実質金利の方もですね見ていくんですけども、今期待インフレ率がですねだんだん下がってるんで、まあ物価が上昇するよりもですね金利が上昇するのがですねもろに出ているという状況で、株にですねちょっと非常に辛い状況、特にあの9月になってからなんですけど、全ての年金がですねこれ9月のところはですねまだ1未満だったんですけど、今ですねもう 1.2 とか 1.3 とかですね、すごい状況で、実質金利の方がですね、上昇していっています。またあの他の先進国も金利物価高がすごいです。ドイツはですね8月 PPI が過去最高で、金利もですね上昇してますし、イギリスの2年金利も、2008年リーマンショック以来ですね、まあ、最高な状態になっています。そして日本の8月のですね消費者物価指数 CPI 2.8% 上昇、これ30年11ヶ月ぶりの上昇率みたいでですね、ついに日本もまあ上がったんですけど、世界的に見ればですね驚異的なこのインフレ率の低さですよね。もう超常現象日本っていう感じなんですけど、まあ、住んでる分にはいいですけどね、ちょっと海外の輸入は厳しいですよね。そして中国はですね、ロックダウンのダメージがですねすごいので、5年ぶりの党大会に向けてですね今ひたすら、テコ入れ中となっていますね。上海市が8県でですねこれ2570億ドルもインフラ投資計画を発表してますね。額が中国半端ないですね。これ輸送ハブ、都市鉄道、住宅改善、それとあと洋上風力発電、自然公園などに、投資されるということですね。はい。じゃあ次に行きますね。次なんですけども、はい、次はですね、経済指標の発表に行きます。ですね、今日は、住宅着工件数、これ8月分ですね、それと8月の建設許可件数の発表がありました。着工件数はですね、なんか落ち込んでたのがぐっとですね、前月比 12.2% も伸びたんですよね。そして許可件数はですね、ぐーっと下がってきてて、マイナス 10% と、なっていますね。これですね、この許可件数は、着工件数の先行指標なんですよね。ですから来月この着工件数は減ってくると思いますよね。そしてこの住宅金利の上昇とですね高い物件価格で住宅建設業界がですね今減速中となっています。住宅ローンの30年固定金利はですね先週2008年ぶりに 6% を、超えたという状況ですね。そしてですね、住宅業界今冷えてますけどね、毎月これ数千戸の住宅を売却しているオープンドアがですね8月の取引でなんと 42%の損失があったということですね。取引の 42% が損失と。ロサンゼルスでは売却取引の 55% で損失、フェニックスでは 76% ということで、昨日のですね、住宅市場指数も9ヶ月連続低下で過去最長の下げでしたね。で、住宅価格高止まりだったんですけどね、さすがにまあ下がってくるのかなというところですね。供給が減るとまあ価格は上がるんですけどね。住宅市場としてはですね、新築よりもまあ中古住宅の方がですね、大きいですね。はい、じゃっかじゃん。じゃあですね、スプレッドシート、自宅のスプレッドシートでマーケットの方を個別株ニュースとですね、合わせて見ていきたいと思います。はい、ですね、今日はビックス強指数はまあ上がってますよと。1週間ではですね、結局マイナス 0.4% でね、そんな上がってないんですよね。恐怖指数まだ1週間横ばいです。1ヶ月では 14% 上がってますね。はい、そして今日はドルは全般的に強かったですね。ブラジルの、レアルの方がちょっとドルよりも強かったようですね。はい、仮想通貨は下がって、ゴールドもですね下がってますね。1ヶ月でマイナス 4%、 ゴールドですねこんな不況に突入しそうな状況でもなかなかですね上がってこないみたいですね。はい、そして今日指数は、全滅ですね。はい、今1ヶ月では7から 8%、全指数が、マイナスとなっています。はい、そして日経は今日上がったんですね。 なんか反発しました。そして、まあ、CPI とかもそうですね、良くなかったけど反発なんですね。まあ上昇してますけどね、インフレは。ヨーロッパ、それと全世界、全米、このあたりは、マイナスですね。ヨーロッパ特にマイナス 2.2%、下がりました。1週間でも 4% となっていますね。1ヶ月では全部 7% なんで、まあ、横並びといった状況ですね。はい、そして、コモディティは今日プラス 0.1%。 原油の方はですね、まあ、ちょっとこの金利観測を、金利上昇されるんじゃないかというのを受けて少しですね、上昇はしてましたね。
はい、あ、少し下がってましたね。原油の方はマイナスです。はい、1週間ではコモディティ、マイナス 2.4%、 1ヶ月では 5% と、物の価格は一応下がってはきていますという状況ですね。今日はベア ETF が活躍してます。はい、そしてセクターの、ETF なんですけど、今日は全滅ですね。特に不動産がドベでマイナス 2.6% なんですけども、最近は不動産がですね、この再開に来ることが多くなってきました。今まではですね、半導体だったりエネルギーだったりね、このあたりが多かったんですけど、不動産が、ちょっと冷え込んできているんでしょうね。再開になってきてます。1週間で 6.9%、最も下がってますね。はい、1ヶ月でも今一番下がってます。マイナス 11% の不動産。今日は情報技術マイナス 0.6%、 生活必需品マイナス 0.6%、 エネルギーマイナス 0.7%、 ここが、上位3つとなりました。情報技術はこんなに金利が上がってるのに一番下がってないというのはアップルのパワーでしょうかね、これは。はい、そしてアップルですね、今日なんで下がってなくて上がったのかというとこですけど、これドル高がですね、業績を圧迫するため、まあ、アップストアですね、あの iPhone で の、 あのアプリを買うようなストアですけど、これのこの販売するアプリやアプリ内課金のですね、価格を、値上げすると発表しました。多分これを受けてのですね、上昇だと思いますね。あとマイクロソフトなんですけど、マイナス 0.9%、前期比プラス 10% の、増配ということでしたけど、株価は下がりました。はい、次、今日は軍事がですね、良かったんですよね。はい、そして小型の宇宙はマイナス、そして大型の情報技術セクター、今日情報技術セクター一番下がってないんですけどね、全滅、ショピファイはマイナス 6% となっています。そしてですね、この小型もほぼ全滅ですけど、 NC のだけがプラス 0.1% となっています。 NC の PSR が今 9.7 倍、あ、まあ結構高いでしょうかね。まあ、うん、そして売上成長率 50%、 まあまあ高い水準維持してますね。はい、営業キャッシュフローマージンが 10% といったところです。はい、で今日一番下がったのはアップロビン、モバゲーですね、それとデジタル広告が主となりますけども、マイナスの 4.6% となりました。そんなに大きな下げじゃないです。ただあの1週間でなんかすごいですね、 18.4% 下がりました。まあ、以前はちょっとユニティのですね、買収とかに、うまくいかずに失敗してましたね。はい、サイバーセキュリティは相変わらずバリエーションすごい高いですね。パルアルトネットワークスとフォーティネットだけが10切ってますけどね、あとは20ぐらいあります。はい、今日はフォーティネットだけがプラス 0.1、 あとはマイナスとなりました。そして半導体なんですけども、 NVIDIA がですね、新型グラフィックボードを発表しました。今日マイナス 1.5%、 株価下落ですね。そしてジム・クレイマーがイーサリアムマージですね、 GPU でのマイニング需要が減るため、ショートしていますと言ってましたね。時代はちょっと変わりつつありますよ。 NVIDIA やばいですね。キャシーウッドさんはですね、ここで拾って NVIDIA 株結構買ってるみたいなんで、さすがですね。1週間では一応 NVIDIA プラス 0.3%、1ヶ月ではマイナス 23% と、一番下がってるんですね。はい、1年では 40% ぐらい下がってる NVIDIA となっています。はい、そして、失礼、今何時かな、今6、はい、じゃあ次に行きます。はい、ライドシェアは、グラブがマイナス 6%、 ブレードマイナス 5% ですね。そして6が、マイナスの6% と、6が結構下がりましたね。この前あの買収されるんじゃないかっていうことで爆上げした日がありましたけどね、プラス 0.5% です。ネットフリックスなんと1週間でですね、ネットフリックス1週間で 11% も上がってますね。まあ、広告付きの、動画、ストリーミングサービスをやることで、それがまあ交換されてますね。結構な、広告料もらうということで、上がってましたね。3ヶ月でなんと 34% も上がってるんですね。ものすごく会員は減ってるんですけどね。はい、もう今売上成長率 9% と1桁になってますね。ただ PSR はもう 3.4 倍、めちゃめちゃ低いですね。はい、ディズニーも上がってきそうで、全然なかなか上がってこないですね。マイナス 1.5% です。はい、そして大型中型の通信コミュニティですけども、まあ、全滅となりました。今日はスキルズが小型では、マイナス 6% で一番下げました。ヘルスケアセクターの大型もファイザー、ジョンソン・ド・ジョンソン、ブリストル・マイヤー、アストラゼネカ、全部微減ですね。ワクチンはちょっと微増ですね。はい、コロナは終わりましたと大統領が、宣言してましたけど、欧州では終わってませんよって言ってましたね。はい、でもだんだん終わってますけどね。また入らなかったらいいですね。そして、中小型の、ヘルスケアは、ま、全部マイナスと、なりました。
はい、まあ、ロイヤリティファーマーがね、やっぱキャッシュフローモンスターと言われるだけあって、1年トータルで見るとですね、プラス 12% ですね。ただ PER は38倍、めちゃめちゃ高いんですよね、このご時世で。PSR も12倍と、まあ、高いんですけども、そんなにめちゃめちゃは上がってないですね。バイオテクノロジー株は今日全滅です。はい、不景気になると、来そうですけどね、なかなか、ブーム。完全なブーム来ないですね。はい、今日資本財、フォードショックがあったセクターですけどね、輸送ショックは先週、今日も輸送マイナス、ただ海運のスターバルクがなんか 10% ぐらい上がりましたね。はい、製造系はボーイング、はい、ボーイングとか軍事関係がですね、良かったですよね。ボーイングだけプラス 0.7、あとはマイナスですね。はい、農業とかね、ディーゼルエンジンとか、電動工具とか全部マイナスです。で、航空なんですけど、アメリカン航空がですね、フィッシングで少数の顧客と従業員の顧客情報が盗まれましたと、まあ、サイバーセキュリティがですね、大事な感じになっちゃってますけど、ですね、アメリカンエアライン、今日マイナス 1.7% となっています。ただ、このセクターね、まあ、旅行、までね、調子がいいのでですね、3ヶ月、1ヶ月、1週間とプラスです。そして、もっといいのがですね、クルーズですけど、今日はですね、カニバル 3% 下げました。はい、ホテル、レストラン、旅行も今日は下げ、ただ3ヶ月で見るとものすごい、グリーンですね。20-30% 上がってるセクターですね。はい。今後、ちょっとリセッションになってくるとまたどうなんでしょうね。予約次第でしょうか。はい。店舗系も今日全部マイナス。このセクターはまあそんなに良くないですね。ドリブンブランズが、いいですね。今3ヶ月で 17%、チャートもですね、今これ週足でこう見ると、1年見るとですね、ちょっとカップウィズハンドルっぽくなってるんですよね。ドリブンブランズでした。はい。次。ですね、電気自動車セクターなんですけど、ここはシャオペンがプラス 1.9% と、上昇してましたね。はい。あと、なんだかな、シャオペンなんかニュースがあったんですけどね、ちょっと忘れちゃいました。そして、自動車なんですけど、GM がですね、今日、5.6% も下げました。レンタカーのハーツは、5年間で最高 17.5 万台の電気自動車を GM へ注文するかですね、計画中ということなんですね。これ、テスラがですね、このハーツがですね、10万台ぐらい注文するかもねって言ったときは爆上げしたんですけど、今日下がっちゃったんですよね。なんでかというと、このフォードのマイナス 12.3% ですね。これが2011年1月以来最悪の日になっちゃったということで、7から9月期の供給コスト見通しをですね、10億ドル以上ですね、上回っちゃったという、まあコストがやたらかかってるということで、サプライチェーン問題による部品不足で、今年は予想台数生産はですね、無理ですということですね。先日は欧州もルノーとかですね、半導体がなくて作れませんよっていうこと言ってましたけどね、半導体、安い半導体ちょっと足りないということですね。そしてインフレが経済全体に影響しているのがここからわかるということで、まあ、だんだんですね、これ企業の業績、金利上がってくると悪くなりますね。はい、これでインフレ落ち着けばいいですけどね。はい、そして、次、いきますね。はい、金融セクター、メガバンク、投資銀行、地銀、今日もマイナス。まあ、ちょっとね、やっぱトレーディング収益とかもね、来年は落ちますよっていうようなアナウンスもありましたし、IPO とかもないので、ダメなんですけど、ね、純金利収入はですね、金利高なんで増えていくはずなんですけどね。で、決済バイナウペイレーター関係は、全部マイナスとなりました。はい。そして、アップスタートももちろんマイナス、その他バックともマイナスですね。生活必需品も、微減、素材もマイナス、素材止まらないですね、マイナスが。まあ、中国がちょっと上海でかなりテコ入れするのですけども、まあ、この辺輸出がですね、出てくるでしょうかね。はい、そしてエネルギーなんですけども、今日はまあほとんどマイナス。石炭株がですね、ちょっと、息を吹き返して、プラス、ピボティ 4% となっています。だって1ヶ月ではマイナス 19% の石炭のピボティですね。はい。タンカーは1週間で最強ですね。ユーロナブ、プラスの 7.2% と、なっています。はい。エネルギーはですね、リセッションに近づいてくるとまた、まあ、どんどん下落してくる流れだとは思いますけどね。はい。ロシアがエネルギーに対してどう働きかけるかもですね、ちょっと影響はあると思います。はい。じゃあですね、今日は、以上になります。どうもありがとうございました。内容良かったと思う方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、いいね、あと、スーパーサンクスとかいただけるとですね、励みになります。チャンネル登録いただけるとですね、かなりやる気満々になるんでですね、ぜひとも、よろしくお願いします。じゃあですね、明日は、夜中の3時に FOMC がですね、あるので、この後ですね、まあ、機関投資家さんたち、今まで入ってなかったですけどね、
ね、見定めて一気になんか、動いてくるかもしれないですね。はい、じゃあどうもありがとうございました。行ってきます。